日本政府がズバッと発言、韓官房長官は10日の記者会見で文在寅政権が新型ウイルスの感染の有無を調べる PCR 検査キットなどの日本向け支援を検討している点に問われて現時点で韓国政府との間で支援に関する具体的なやり取りをしている事実はないと述べました文在寅政権は日本で検査需要が高まると分析しています マスクなどの提供も含めて日本側の考えを聞くための保健当局間での電話協議を提案しています支援を通じて対日関係改善の足がかりを得たいとの思いもあるというそうですがやはり日韓関係は深刻な状態です。 1965年の日韓国交正常化以最悪という声もあって2018年の韓国代表院の強制徴用工の判決をめぐる葛藤が日本の韓国向け輸出規制や愚ミ宮破棄問題などの安全保障経済分野に広がっています。専門家は両国関係をこれ以上放置するべきではないと懸念しています。 にもかかわらず日本と韓国政府はコ,コロナの対処をめぐって消耗的な感情対立が続いていますそして韓国側は PC キットの提供を検討ですが日本側からの要請が前提ということも述べていますこのような感じでどちらも譲りませんねこれに対して日本の反応はと言いますと資産差し押さえに慰安婦財団解散レーダー照射などが続いています とても信頼をする状況ではありません。韓国はずっと日本に助けてもらってここまで来ました。でも感謝どころか日本に態度があまり良くないです。 韓国とアメリカの交渉がうまくいかない状態で日本が韓国との正常化にうまくいくわけありません韓国の構造が変わらない限り一時的なに環境力が実現しても変わらない気がしますとの声が上がっています日本は日本韓国は韓国の考えでバラバラな状態でなかなか丸く収まらない対立を続けていてもいいことはないと思うのですがでもきっとなどについては日本側から話し していかないと始まらないということは確かですね。